みなさんこんにちは、清水春子と M キャットの ET ちゃんです。今日もよろしくお願いいたします。長年イタリアに住んでいて、イタリア人にねえねえ日本人って何々なんでしょって言われることがあって、えってびっくりすることがたくさんあります。今日はその中で特にびっくりしたこと4選をお話したいと思います。イタリア人に言われてびっくりした日本人のこと、その1、日本人って虫を食べるの？イタリアには虫を食べる習慣がありません。それぞれにイタリア人に聞かれて、え、食べないよって最初は言ったんだけれど、よくよく考えてみると、ああと思って、そういえば日本ってイナゴの少ないとかハチの子とかってあるなと思って、それ私は食べたことがないからどういう味なのかってのはちょっとよくわからないんだけれど、ああそうだねって言って、でも食べたことがないからちょっとよく味がわからないとか言ってて、それで、日本人は虫をしょっちゅう食べるのっていうことを聞かれて、いやしょっちゅうは食べないと思うけれど、好きな人は食べるんじゃないかなっていうふうに答えておきました。そうね、アジアの国で、ね、食べるっていうドキュメンタリーとか見たことがあるんだけれど、日本の食生活は食べるってことがね、なかなか私の中でうまくつながらなくって、最初はえってびっくりしたんだけれど、確かに日本食の中にあるよねと思って、最近はね、昆虫食はタンパク質が豊富でいいとか言われてるし、私も挑戦してみようかなとはちらっと思ったんですけれど、ちょっと勇気がないかな、ちょっと考えてみます。昆虫大好き、美味しいよって人がいたらコメント欄で知らせてね。イタリア人に言われてびっくりした日本人のこと、その2、日本人ってイルカを食べるんでしょ。これは本当にびっくりして、イルカ食べないよって言ってたのね。クジラの間違いじゃないとか、でもクジラも今では禁止されてるから日本では食べないんだよっていう風に言ってたんだけれど、日本でイルカ食べるんだよとか、私見たもんとか言って結構多くの人から言われたの。それでもみんな何を間違えてるんだろうと思って、私そういうこと全然知らなかったから、イルカ食べないよとか言っていたんだけれど、ある日イタリア人の友達が、本当に食べるんだったら日本人じゃ食べるんだよって言って、それで私にね、 YouTube のドキュメンタリーのね、映像を見せてくれたの。そしたら本当にイルカ の追い込み漁っていうの、あれをやっていて、それで実際にイルカを捉えてる映像っていうのがね、あったの。それで私すごくびっくりして、これって日本のこと？とか言ってたんだけれど、なんとその漁をして話してる人たちがみんな日本語だったの。それで私すごくびっくりして、そうなの、知らなかったと思って、自分でも調べてみたんだけれど、日本のある地域ではイルカ漁もしているということで、とても驚きました。それで世界の動物保護団体からいろいろ言われてることもあるみたいだけれど、ここではね、私は個人的にびっくりしたってことをお話ししてるので、その部分には触れませんが、そのイルカの追い込み漁をしている町のサイトを見てみると、私たちは自分たちの町の歴史や伝統風習を尊重していますということで書いてあったので、それぞれの地域の伝統があるんだなと思いました。こうやってね、日本を出てからしたことって結構多いよね。ちなみにね、国や地域によって食べるものって変わると思うんだけれど、イタリアではなんと日本では食べないあるものを食べます。それは一体何でしょう。これはね、私もイタリアに来てびっくりしたんだけれど、イタリア人はウサギを食べるの。それで私たちびっくりして、ウサギのことコニーギオって言うんだけど、レストランのメニューを見るとコニーギオって書いてあるところがあるの。最初見た時はコニーギオってウサギのことだよねと思って、なんでウサギがメニューに載ってるんだろうってすごくね、びっくりしたの。イタリア人にとっては馴染みのあるお肉で食べる人も多いんだけれど、日本だとウサギっていうともうペットだからね、だからもう食べるのはちょっと忍びないというか、私の感覚ではね、私日本人だから私の感覚では、ああかわいそうって思っちゃうんだけれど、それがかわいそうってなると、じゃあ牛とか鳥はかわいそうじゃないのかっていうことになっちゃうので、それはね、国によって違うということで、私が今回びっくりしたことっていうことをテーマに話してるので、ウサギはとてもびっくりしました。でね、余談なんだけれど、私がイタリアに住み始めてから、イタリアのペットってどういうものを食べてるんだろうと思ってね、ワンちゃん、猫ちゃんね。それでね、ペットコーナーに行って、いろんなご飯があるんだなと思ってね、うろうろしていたらね、ワンちゃんとか猫ちゃんの絵が描いてあるのに、なぜか、ウサギって書いてあるの。コニーキよって。それで、これ何なの？猫ちゃんのご飯なの？ウサギちゃんのご飯なの？って思っていたんだけれど、なんと、
それは猫ちゃん用のご飯でうさぎ味みたいなね。だからうさぎを食べるっていうのが頭の中で結びつかなかったから、うさぎ味って書いてあって、うさぎを食べるのってものすごくショックだった思い出があります。それで今日はイタリアのスーパーマーケットのペット用品売り場をね、ちょっと撮影してきたので、その様子をほんのちょっとだけねお見せしたいと思います。どうぞ。ね、なんか箱に猫ちゃんのデザインがあって、それで下にコニーリオウサギ味って書いてあるの。ウサギ味は、まあ、七面鳥味、チキン味、ビーフ味のように普通にねペット用の食用肉として使われています。でね、今日皆さんにこれお見せしようと思った。私もこれ買ってきたの。あまり見えないと思うけれど、ここにほらグルメゴールドって書いてあって、これ猫ちゃんね、これね、あんま見えないか、これ猫ちゃん。それでここにね、まあちっこいんだけどね、コニーリオって書いてあるの。すごいよね、これやっぱりウサギ味なんだね、ということで国によって食べるものがやっぱり違うんだなと思ってね。あとびっくりしたことが、日本ではね食べやお肉ということで言うなら、もう一つイタリア人が食べるものがあるの。それは何でしょう。正解はなんと鳩のお肉です。特にトスカナ州は伝統料理として鳩のお肉のグリルっていうのがあります。味は鶏肉とあんまり変わらないんだけれど、鳩のお肉が大好きっていう人はね好んで食べるようです。ただこれもトスカナ以外の地域になると、もうちょっと鳩のお肉はっていう人もいますね。だから地域によって食べ物って変わるから、びっくりするし面白いなと思います。イタリア人に言われてびっくりしたこと、その3、日本人って箱の中で寝るの？これはねイタリア人がね、もう本当によくする質問。でもね、最初やった時は意味わからなくて、箱の中って何って言ったら、そしたらなんか筒状の小さい空間で寝るって。それで、何のことだろうと思って、それな、日本のこととか言って、最初私わからなかったし言ってたんだけれど、そこでもまたイタリア人がね、YouTube の動画を見せてくれて、これこれとか言って、これが今ね、イタリアのテレビですごく話題になってるんだよって見せてくれたのが、カプセルホテルのことね。小さい空間に寝るっていう、これは実用的で、日本の方はねたくさんお仕事をするから、例えばお仕事が遅くなって終電を逃しちゃったとか、飲み会とか集まりで終電を逃しちゃった時とか、あとはちょっと仮眠したいとか、とっても便利なんじゃないかなって言ったら、でもイタリア人からすると家で寝た方が楽じゃないっていう風になりますね。まあ、イタリア人はね、仮眠とかっていう習慣が昔からあって、だいたい昼間の2時から4時ぐらいまでは家に帰ってランチを食べてちょっとのんびりゴロゴロするっていう人も多いです。これは昔からあるシエスタの習慣で、まあランチを食べたらその後ちょっとゆっくり休もうよっていう習慣なんだけれど、現代のイタリアではまあその思いっきり昼寝をするっていう人はねあんまりいないんだけれど、家に帰ってちょっとゴロゴロとゆっくりする、そして午後の4時ぐらいになったら外に出て仕事に戻るっていう人たちもいます。だからこれもね、国によって生活スタイルが違うのでね、それぞれ国によってスタイルが違うので驚くこともたくさんありますね。イタリア人に言われてびっくりした日本人のこと、その4、日本って道路に名前がないの？これはイタリアの道路っていうのはね、道は全ての道に名前がついています。なんとか通りって言って、どんなに細くて小さな道にも名前がついているから、イタリアでは道で迷うということはほとんどありません。もう今はね、もう GPS で携帯に何々通りって書けばもうすぐにここって、ね、知らせてくれるので、道に迷うってことはなくって便利になったなと思います。ただ日本にいたイタリア人が必ず戸惑うのが、住所が書いてあってそこに行きたいんだけれど、地名と番地しか書いていないから道に迷うっていうね。それなんで一つ一つの道に名前がついていないのかってとてもよく聞かれます。一つ一つの道に名前がついていた方が実用的じゃないって、これはね確かにそうかもしれないなと思って、日本でなんとか通りって名前がついてるところもあると思うんだけれど、やっぱり地名、それでその後番号でしょ。だから私も自分の日本の家を説明するときに、あ、ここにこうやってお店があって、それその裏にとか言って、そういうなんか目印を頼りに説明していく。
なんとかってお店があって、そしてそこから3つ目の角を右に曲がったところにとか、そういう言い方をするでしょ。だって一つ一つの道に名前がついていないから。そこに行くとイタリアはもう一つ一つの道に名前がついているから、だから何々通りって言えばもうそこしかないから、ここから何番目とか言い方しなくてもすぐにたどり着くことができます。そしてその道に入るともう片側は偶数番号、そのもう片方が奇数番号っていう風に番号は決められているので、そこから何番って言われればそこの道の番号に従っていけばすぐにたどり着くという非常に分かりやすいシステムになっています。だから日本に行ったイタリア人は道に名前が付いてない、迷っちゃうじゃないってとても不思議そうに聞かれます。はい、ここで今日のイーちゃんのファッションチェック。なんかすごい容疑が顔に思いっきり上がって眩しいんだけれど、これね見て、ほら今日はねイーちゃんこのウサギちゃんのセーターを着ています。さっき猫ちゃんのご飯にウサギちゃんのお肉を食べるっていう話が出てきたんだけれどね、ウサギちゃんイーちゃんも好きだよね。でウサギちゃんを食べてウサギちゃんのお洋服を着て、もうウサギちゃん大好きだよね。これ中もモコモコですごくあったかいのね、イーちゃんね。イーちゃん毛がないから冬はなかなかお外に出れないんだけれど、これがあればね冬でもひなたぼっこしたいなっていう時にね安心してお外に出ていられます。はい、ということで今日はイタリア人に言われてびっくりした日本人のこと4選をお話しさせていただきました。この動画が面白いなと思ってくれたら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今日もご視聴どうもありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。